さあ男子です。男子も同じくそうそうたる面々が勝ち上がってきました。さらにはロシアのガファルフ、スウェーデンのフェルナーですが、勝ち上がりの予想どうですか？いや、混戦ですね。非常に混戦だと思います。この拮抗した力の中で、いや、ワクワクするようなメンバーがこの準決勝の男子の1組目スタートしました。内からはペテション、ペテションが好スタート。ハッテスタッドが2位につけました。それから7番のノルウェーのブランツァル、あとはその外からじわりじわりと順位を上げていきます。15番のマークス・フィルナーです。前はハッテスタッド、さらにはその内からは6番のペテションという体勢。まず右にカーブを取って、これからコースの最高点に向かっていきます。リブナンバー1番のオーラビゲン、ハッテスタッドロシアですか。ロシアのガファルフですね。まあここで転倒、これは手痛い地元ロシア。いやー、立ち上がれない。ガファロフ立ち上がれません。もう一度このシーンです。ハッテスタッドがカーブをスッと回っていったんですが、その後はブランツァルと接触するような形でした。そうです。ちょうど重なって入ってきましたから、もしかしたら接触しているかもしれないですね。でもつきました。地元ロシアソチで行われているこのオリンピック、地元のアントン・ガファロフが転倒です。さあここから長い上り。しかしですね、今井さん、予選から見ていましてもスキーに折れてますね。左のスキーの先端が、それでもこの五輪マークを背負っての戦いです。地元ロシアのアントン・ガファロフ26歳、スキーが折れても転倒しても観客の大声援に応えます。今見る限りスタンドが総立ちになりまして声援を送ります。今ガファロフ、アントン・ガファロフフィニッシュしました。最後まで走り切るのが非常にいいことですよね。諦めない気持ち、その目にはあるいは涙が浮かんでいるか。ガファロフが滑り終わりました。